マウリッツ・エッシャー、マウリッツ・コルネリス・エッシャー、マウリッツ・コーネラス・エッシャー、1898年6月17日から1972年3月27日は、ウッドカット、リトグラフ、メゾティントなどの版画制作でよく知られた、オランダのが、版画家である。建築不可能な構造物や、無限を有限の中に閉じ込めたもの、平面を次々と変化するパターンで埋め尽くしたもの、 など、非常に独創的な作品を作り上げた。その作品のバリエーションは、トロンプルイユ、騙し絵のような作詞を利用したものから、数学的、工学的なアプローチを使ったものまで幅広い。1898年6月17日、レイワルデンにて、親とい外国人として来日したこともある、土木技術者の父ジョージアーノルドエッシャー、ジョージアーノルドエッシャーと、 その二番目の妻サラ・グレイフマン、サラ・エイドリアナ・グレイシュマンの間に五人兄弟の末っ子として生まれる。1903年にはアルンヘムに引っ越し、13歳まで土木技術について学び、ピアノのレッスンを受けていた。1912年から1918年まで中等学校に通う。絵は素晴らしかったが成績はあまり良くなく2年生を2回やることになった。 数学が全くできなかったと言っているのは自身の謙遜のようである。1919年からハールレムの学校に通い建築と装飾美術について学んだ。建築については簡単に学んだだけであったがしばらくして装飾美術についてに才能を見出される。そこで絵画とウッドカットの経験を積み1922年に卒業している。二人の関係はサミュエル。 その妻エリーザベと息子ヤーンの三人がナチスドイツによって連行、殺害される1944年まで続いおり、エッシャーはメスキータがナチスに連れ去られた後、彼の家に行き、数枚の作品を集め生涯大切にしていた。1924年には旅行先のイタリアで出会ったイエッタ・ウミカーと結婚し、1926年には長男ジョージが生まれ、 ローマに移り住んだ。1930年には風景画の最高傑作と言われるカストロバルバを制作している。しかし、1935年に長男がイタリア少年国水党の制服着用を義務付けられたことと、次男やアーサーに結核の兆候が見つかったことから、一家はスイスに移り住んだ。エッシャーはスイスの雪景色を好まず、 雪景色に関する版画を一枚しか作成していないが、新しい環境は自分の内面を見つめ直す良い機会になった。単調な風景の中でエッシャーは次第に南の海に憧れるようになり、自分でスペイン南部に至る船旅を計画、乗船代金の代わりに旅の途中に作成する版画を受け取ってくれないか、と船会社に提案した。当時はまだ全くの無名で、 船会社がこの申し入れを聞き入れたのは幸運であった。この時、船賃として制作された48枚の版画には、幻窓、マルセイユ、貨物船などが含まれていた。旅行中スペインのグラナダのアルハンブラ宮殿で、ムーア人のモザイク模様を見て深い感銘を受ける。この旅行の後、後年の作品に多く見られることになる、繰り返し模様の作品に挑戦し始めた。 ライオンに似た動物やコウモリで埋め尽くされた織物を作成して展覧会を開いたが、不成功に終わり、繰り返し模様の作品制作を断念する。成功な版画家で知られるエッシャーも、初めは不格好な動物しか作成ができなかったのである。1937年にはベルギーに移り、1934年5月13日に2回目のアルハンブラ宮殿訪問を果たした。 妻と共に、宮殿の宣伝された模様の膨大なスケッチを取り、ホテルで再色している。旅行後は結晶学者であった兄の BGS 社から、結晶学時法を読んでみるように勧められた。結晶学時法には繰り返し模様に関する論文が掲載されており、平面を同じ図形で埋める方法、平面重点を研究した。特にジョージ・ポリアの論文には17種類もに及ぶ。 繰り返し模様の具体例が掲載されており、大きな刺激となった。1937年から平面の生息分割に関する、素人理論に関するノートをまとめ始めた。1958年には愛好家に向けて平面の生息分割を発表、自分自身でまとめ上げた理論をわかりやすく説明していい。アルハンブラ宮殿の裁縫以来、作風は一変する。 再度繰り返し模様の作品に挑戦し始めたのである。数学的な思考の強い、同じ時代のどんな種類の作家にも見られない特有な世界を作り出す。ジグソーパズルのように平面を黒と白の模様で埋め尽くす手法を使い、メタモル放出愛、昼と夜、循環などを制作した。しかし、父親は彼の新しい作品を理解することなく1939年に亡くなる。 1950年代に入ると、アメリカの二つの雑誌に紹介され、急速にアメリカの若者の支持を得ていった。やがて多くの地質学者と交流を持つようになり、1955年にはヒルフェルスム文化賞を受賞している。現在よく知られている作品、突面と、大面、1955年、物見の塔、1958年、円の極限4、160年、 上昇と、加工、1960年、滝、1961年などが、この時期次々と生み出された。このように幾何学的思考の強い作品を、数多く作成するようになった、エッシャーであったが、風景画も、作品の中心を占めており、水溜り、1952年、三つの世界、1955年、などが制作された。だが、 これらの風景画にも光の反射や水面の波紋など物理的要素や幾何学的要素が多く含まれている。作品が不可思議な世界を持っているからだろうか。エッシャー自身は受け入れられたことから距離を置いて見ていた。エッシャーの作品を麻薬を吸いながら絵を眺めるような若者もいた。また、作中の植物が大麻ではないかと疑われたことすらあるがもちろん何の関係もなかった。 1950年にオランダ紙幣のデザインに取り組んだが、その紙幣は発行されていない。1960年代後半からは、次第に健康を損なっていく。1960年アメリカ公演後、1962年に再び講義の依頼が来たが、急病で実現しなかった。1964年にもう一度公演を行うため、アメリカに向かったが、 カナダに到着してすぐにトロントで入院し手術を受けた。講演は地質学者になった次男がすべて断って回った。以降は病院で手術を繰り返し十回もがんの手術を受ける。1968年には妻が別れを告げてスイスに戻ってしまう。創作意欲は衰えていなかったがもはや新しい作品を生み出すことはできず。百六十九年 遺作となるヘビを制作。エッシャーは最後の作品にはヘビを描こうとあらかじめ決めていたと言う。この作品はエッシャーのマコッチョとも言うべき平面の生息分割による無限の追求が盛り込まれている。1970年にはオランダのバールンにある芸術家のための養老院に入り生涯最後の2年間を送った。1972年3月27日。 73歳で、亡くなるが、四五数枚の装甲が発見された。主な作品は2つの手が、お互いの手を描いている。描く手、波打つ水面を境に魚と鳥のパターンが、交錯する、空と水、新しい遠近法のあり方を示した。階段の家、実際には、作ることができないループ上階段を登り続ける人と、降り続ける人を描いた、上昇と下降などが有名である。 前期の作品は、カストロバルバ風景画が中心である。後期の作品は、非常に、数学、結晶学的な側面を持っている。大きく分類すると、二分類される。このうち一、平面の生息分割は、数学的な構図として最も早い時期から現れ、後年にも、無限の追求などの形で何度も現れてくるもので、ある。二、鏡面は、 数学的な作品の中で比較的に早い時期に作られたもので、鏡と生物1934年三つの世界1955年反射する玉を持つ手1935年などが代表的である。これらは反射する鏡面や水面を通して異なる世界が一つの世界に表されている。不可能な構造の中には、 ペンローズの三角形やネッカーの立方体なども含まれている。作品の多くはタイリング、平面の生息分割、繰り返し模様と呼ばれる平面を一定のパターンで覆うもの出る。絵画の数学的な面は突然始まったわけではなく、在学中にも平面の生息分割や球面鏡に関する作品を制作していることにも注目すべきだろう。また、 エッシャー自身は自分の絵に何かぐいが込められていると思われることを嫌っている。自分は芸術は進歩するものではない。前の時代の画家が残してくれたものからスタートするもので、はい、作家が原点から出発して作品を作っていくのだと思っていた。と語っている。作品が同時代のどのような流れにも分類されないのはそのような態度にも関係しているのかもしれない。 日本では、長崎県佐世保市のテーマパークハウステンボスが、約180点にも及ぶ、世界有数のコレクションを所有しているほか、彼の作品をモチーフにした、3D アトラクション、ミステリアスエッシャーがある。同テーマパーク内には、エッシャー通りという通路も存在する。三重県立美術館にも3点の作品が、所蔵されている。また、日本のエッシャーの異名を持つグラフィックデザイナーで、 シュゲオは、滝などの不可能付け作品の立体化を行っている。2002年、ベアトリックス女王の祖母で、元オランダ王妃、エンマ女王の宮殿であったライヘ・フォールハウト宮殿の中に、エッシャー美館が開館した。ここでは、エッシャーの著名な、基版画などのアート作品の他に、彼のプライベート写真やビデオ作品の上映などが行われている。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。